愛いそのツケをどこに持ってくるの自慢話を聞きに来たのじゃないあなたは私をどうしたいの時間だけでバタじゃないんだし響かない言葉並べないで惨めなところ見せないでこのまま返してもいいの恋の始まりは理屈じゃないよ全然始まりそうになんかないねえしやすくて冷めやすいんだ俺そんなこと誰も聞いてないでしょ無駄に憂鬱を転生くろうとしてるがあかりさせないでもうこれ以上隠してるわけじゃなくて静かにさせて今夜は弟子を